またぐイメージですから。待ってください。うん、はい。これ1足ぐらいでいいんですか ?2 足で今。いや、2足がいいです。2足がいいですか、うん、?2 足1足を、まあ、うん、頻繁に使う。で、ある程度、なんていうんでしょうね、勢いがある方が通過しやすいんですよ。で、失速しだすと、もう止まったところから坂道発進なんで、非常に難しくなるから、もう、なんていうんでしょう。トラクションのかかりやすい路面のところでバックしなきゃいけない。だから、アクセルワークで、例えばこう、登っていくときに空転しだしてるなと思ったときは、こう、アクセルの波をこう作ってください。そうすると一番グリップするところに引っかかってるのを多く作って上がっていくっていう意味です。なるほど。踏み続けちゃうと、もう書いて失速して終わる。だから、こう、煽る感じで行くのがいいです。緩やかに。だから走行中も、その感覚で、ウィーン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 っていうイメージで上がっていく。で、登るときにそのウィーンが来るように。はい。これもまっすぐで大丈夫ですか?まっすぐ大丈夫。まっすぐ。この辺は全然平気。ただ、またいでいったりね、はい、ちょっとああいうとこ落としてみたりして、難しいかどうかいろいろテストしてると。今日はみんな引っ張ってくれるんで。うん。速度的にはこれぐらいで十分です。このぐらいで登れるんですか?登れます、登れます。うん。これ今、踏み過ぎね。これ踏み過ぎだってことね。うんうん。もうね、止まってから踏んでももう上がんないから、うん、からもうちょっとスピードが欲しい感じ。うん、なるほど。バックしてください。バックでハンドルはなるべくこうあんまり極端に切ったりするとそれだけ抵抗が増えちゃうからもうちょっともっとバックあとこの木のとこが先頭になるぐらいスラになるぐらい必ず、ね、みんなに、ね、少ししかバックしないんだけど必ず多くバックした方がいい、はいはい、でそこら辺から二足発進 で,、うん、でなるべく勢いをつけてそうそうそれで上がって踏みすぎもう書いちゃうからねあそれで、その時にアクセル、クラッチを使わないで、アクセル踏んでるでしょ、はい、踏んでる時にこのブレーキを今度踏んで、その空転してるタイヤ止める。それなかなかやったことないから、ここで練習するしかないけど、バックして、勢いつけるようになってて、空転するそうになったら、アクセル踏みながらブレーキを踏む。アクセル踏みながら、うん、はい、いいですよ。二足発進で。うん。でもブレーキ踏んでていい。それクラッチだよ。ブレーキ踏んでないよ。ブレーキ。軽く踏みながら、そう、うん、止まっちゃうね。だから、それは難しいんです。だから、その感覚、止まらない程度にブレーキ踏みながらアクセルをどんどん上げて。だったら、一足でやってみて。一足で、うん。うん。もっとバックした方がいいです。もう少しトラクションかかる。うん。うん、じゃそこから走って、うん。勢いつけて、でブレーキ踏みながら、クラッチから足を離して、ブレーキ踏んで。そうだね。引くでしょ、はいはい、そのブレーキをもっと細かくこう、そういう感じで。そういう感じでブレーキを使ってください。そう。わかりました、これ。これ教えたかった。はい。うん、おブレーキ、そうそう。細かくブレーキ当てて。そう。細かくブレーキ当てる。細かくブレーキ当てて。空転してるんだったらもうアクセル上げなきゃ。失速しちゃうよ。どんどん踏んで。もうダメだ。バックして、バック。バックバック。